ベリサリウス、フラヴィウス・ベリサリウス、五百年、五百五年から五百六十五年は、東ローマ帝国の将軍。その傭兵の際のため、歴史家、エドワード・ギボンは彼を大好きピオの再来と評した。妻は、一人娘に、ヨアン・ニナがおり、皇后、テオドラの孫、アナスタシウス、テオドラの被着室師の一人で、皇帝ユスティニアヌス一世の幼女でもある同名の娘、 テオドラの息子と結婚したが、後に離婚している。アナスタシウスとヨアンニナとの間に子供は確認できない。なお、ラベンナのサンビターレ聖堂にあるモザイク画で、ベリサリウスの左隣に描かれている人物は、アナスシュース、皇后、テオドラの右隣に描かれている女性はアントニナで、その隣はヨアンニナという説が近年提示されている。ヨアンニナと思われる女性は、左手で、 アントニナと思われる女性にさりげな触れているが、この仕草は、両人が親族であることを示していると言われている。記事は、諸説あるが、現在のバルカン半島東部トラキア地方で、農民出身と考えられている。ユスティヌス一世時代に兵士となり、ユスティヌス一世の老いで時代の皇帝527年のユスティニアヌス一世等の後に、帝国の軍団司令官の一人となり、 第サーサーアンアサペルシア防衛戦に派遣された。初戦においては敗北するも、少数の兵力でありながら強固な防御陣を構築し、サーサーン長軍の侵入阻止に成功した。この戦いによって、皇帝の目に留まり、首都コンスタンティノポリスの司令官へと衛進する。532年に起こったニカの乱においても、徒を競技場へと追い込み鎮圧させることに成功し、 ユスティニアヌス範囲の危機を阻止した。530年、北アフリカのゲルマン人国家、バンダル王国において政変が起こった。東ローマに敵対的なゲリメルが大いに着くとユスティニアヌスは征服を決意し、25歳の若きベリサリウスを総司令官に任命した。533年、海からカルタゴに上陸し可兵ながらも勝利を続け、 534年には、ゲリメルを捕獲することに成功する。しかし、宮廷などで、無法の声がささやかれ始めたため急ぎ帰国し、首都において、凱旋式を行う栄誉に預かった。バンダル戦争。534年、イタリア半島を支配していた東合同国で、政変が起こると、ユスティニアヌスはこれを口実に侵攻を開始する。535年、ベリサリウスは、 わずかな手勢と共にカイロを渡り、シチリアを制圧する。しかし、東ローマでも、旧バンダル王国領において反乱が起こり、これの鎮圧を命じられた。この間、ムンナ率いる軍隊が、東ゴート軍に壊滅させられた。反乱鎮圧後の536年、再び、イタリアに新軍、レッジョ、ナポリを制圧し、ローマも征服した。この後東ゴート軍は、 新しい王を立てて反撃を開始し、ローマを包囲する。ベリサリウスは一年半にわたるローマ包囲戦に勝利したが、フランク族の侵入なども受け、戦線は硬着状態に陥った。これに、ユスティニアヌスの嫉妬とサーサーン朝、ペルシャの侵攻が重なり、540年、イタリアでの指揮権を剥奪された。この直後シリアに派遣され、 サーサーアン・アサの大軍の補給船を遮断することで、急戦に持ち込み、再び侵入阻止に成功した。しかし、またも、皇帝の嫉妬を招き、すべての財産は没収され、遊兵された。この間に新たに王位についたトティラの下で、東モ王国の勢力が増し、イタリアにおける東ローマ軍は再び苦境に陥った。四十四年、ユスティニアヌスは再び、ベリサリウスを、 指揮官に任命、トティラによるローマ攻撃を退けた。しかし、548年には解任され、陰性生活に入った。東豪都王国は、カンガン・ナルセスがこの4年後に征服した。559年、ブルガール人が帝国領内に侵入し、コンスタンティノポリスに接近したため、再び司令官に任命され撃退に成功した。この勝利後、 皇帝に越見した際に無視されたという逸話が残されている。この戦いの後、再び陰性生活に入った。晩年は、行為をめぐる陰謀に加担したとして、ユスティニアヌスの命令で逮捕されるが、結局、無実と判明し釈放された。紛死したとも言われており、晩年も不遇であった。両目をえぐり取られたとか、小敷にまで落ちぶれたという伝説もある。また、 家庭においても不幸であった。ベリサリウスの初期間、プロコピオスは、ベリサリウスのバンダル王国、東郷と王国制服戦やサーサーアンガーサ、ペルシアとの戦いに従って、戦士を表した。常に貨幣を持って、勝利を収めてきたベリサリウスは、東ローマ帝国最高の名称と言っても、過言ではない。強固な防御陣地、従来は主力とされてきた。 重装不評などをおとりにすることで自らに有利な戦場へ巧みに敵を誘導し、騎兵によって撃破するという戦術は、その後の東ローマ帝国の小生やナポレオンの戦術にも多大な影響を与えた。また、間接アプローチの提唱者である20世紀の著名な軍事史家、リデルハートは彼の傭兵の才を称賛している。 ベリサリウスの軍事的才能と皇帝への愚直なまでの忠誠心がなければ、ユスティニアヌス一水による地中海再統一事業は到底実現し得なかっただろう。一方、私生活では妻、アントニナに対して常に減り下り、軍事を除いて妻の言うことを拒否しなかったと言われている。占領地での政策にまで口を出す妻の悪癖を、 抑えなかったことから宮廷での立場の悪化招き、自身が窮地に陥るということもしばしばであったという。プロコピオスは、皮脂において、ベリサリウスの妻に対する態度を辛辣に批判している。18世紀フランスの小説家ジャンイコール、フランソワ・マルモンテルが、ベリサリウスの生涯を小説化し、1767年にベリゼールとして発表した。この小説は、 その後ドニゼッティによってベリサリオのタイトルでオペラ化された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。